なんと3週連続木村拓哉参戦。表紙にずっと納得ってことでしょ。電子広告となって突然ファンの前に現れたらどんな反応をするのか。ジャケットを着てるような。何？なんで？さらに木村の大ファン川北舞子も。どういたしまして。びっくりした。え、どういうこと？もう意味がわからない。本人登場に大パニック。そして透明カラオケボックスにモノマネクイーン荒牧陽子が挑戦。モノマネメドレーで95点超えという超難関に挑む。